一瞬のスパーク。お、どうも複数ドーパミンのアルカディアです。久々に雑草軍人一人いるんですけども、ビジュアル警察団の方をしていきたいと思います。ですね、今回の議題なんですけども、2019年1月13、14新京スタジオコースにてフリーウィルスラムっていうイベントがあるんですよ。1日目にディル・アングレイさんが出ることでもすごい話題になってるものなんですけども、それもそうなんだけど、あの2日目にリザードとキズが共演すると言った形なんですよ。わからない人に説明すると、キズのボーカルライムさんって元々リザードのボーカルやられてたんですよ。ただこれ共演するんですけど、実はこれ1回目じゃないっぽいんだよね。話に言うと、去年の12月31日年越しみたいな感じのイベントでも共演してるんですよ。実際こうキズとリザードの共演ってどうなのっていう、楽屋とか結構こうバチバチなんじゃないかなって、わかんないけどね。もしなんかこうライブにこう行った経験があるというか、この年末のイベント、あの去年のあのもしなんか雰囲気みたいなの教えてもらいたいなと思って。もう全く世界観も違うから、一応今やってるバンドっていうのが少し、こんな多分フリーウィルスラムでもこう話題になってる部分だと思うんですけど、リザードとキズが共演する、まあ1日目にディル・アングレイが出るっていうところが、まあ一番の注目点だと思うんですが、キャラが全然違うからね、あのリザードの時とキズの時っていうのが。まあ僕なりに再現させていただくと、リザードの時のライムさんがこちら。ビジュロクをご覧の皆さん、ダブルザレシーボーカルのライムです。キズになってからのライムさんがこちら。ビジュロクをご覧の皆さん、ダブルです。美女さんの方からまあ好きにコメントしていいってことで、まあうちのキョロスがみたいな、こんな感じだったんですよ。天柱の歌詞とか結構怖いよね。あのリザード時代のライブ映像を僕、あの違い封建の DVD オープニングアクトのやつで見たことがあるんですけど、あの神様イカ様はですね、めちゃめちゃかっこよかったです。正直やっぱあのなんつうかな、歌声はやっぱりこう変わあんまり変わらないんで、やっぱその曲調がいくらあれだけ違くても、やっぱライムさんはライムさんだなって感じで、キズの今ライブ DVD 兄がもう買うっつってで買ってきて、まあ見させていただいたんですけども、まあ正直めちゃめちゃかっこいいなっていう。まあでもやっぱりビジュアル祭りで生で見た時が一番かっこよかったなって感じですけど、やっぱビジュアル祭りの川津はめちゃくちゃ俺的にはもうかっこよかったんで、まあ、豚とおしまいもまあめちゃくちゃ良かったですね。でも買わずそれまで俺あんまり好きじゃなかったんだけど、そのライブを見てからもうドハマりしてるんで、なんかこうフリーウィルスラムとかこの前の年末イベントも共演してるんだけど、こうあんまりないと思うんだよね、それ元をいたバンドと共演。まああくまでツーマンとかじゃないから、まあちょっとこう仕方ない部分ではあるとは思うんですけど、まあこう気まずそうだなーっていう、言っちゃえば例えばビドールとかがあのボーカルを別の人、獣医さんじゃない人でやって、ガチャロッカと共演するみたいなのすごい話題になるとは思うんですよ、言っちゃえば。でそういう感じだよね、まあ、ちょっとざわめくとは思うんですよ。というわけで今回はね、議題はまあ多分題名はあのキズとリザードの共演ってどうなんって感じになってると思いますけど、どうなんって話でした。